つでしょうクイズ。1と2の写真を見てどっちが正解か答えてね。今日は夏のどっちでしょうクイズだよ。クイズ1、アイスクリームはどっちかな。カウントダウン、3、2、1、せーの、こっち。1が正解。牛乳などで作るんだよ。2はかき氷だね。削った氷にシロップをかけるよ。クイズ2、浮き輪はどっちかな。カウントダウン、3、2、1、せーの、こっち。1が正解。プールや海で使うね。2はドーナツだね。次はスイカだよ。どっちが多いかな。カウントダウン、3、2、1、せーの、こっち。2が正解。2は5個あるよ。1は1個少ない、4個だね。クイズ4、プールで着るのはどっちかな。カウントダウン、3、2、1、せーの、こっち。2が正解。2は水着、1はお祭りで着るハッピーだよ。クイズ5、かぶるのはどっちかな。カウントダウン、3、2、1、せーの、こっち。1が正解。1は麦わら帽子、2は目につけるゴーグルだよ。クイズ6、オレンジ色はどっちかな。和金というよ。2は黒いデメ金。みんなはどっちでしょうクイズ楽しかった？お友達と楽しい幼稚園でもっと楽しめるよ。またね、バイバイ。どっちでしょうクイズ、今日はお祭りのどっちでしょうクイズだよ。クイズ1、金魚すくいはどっちかな。カウントダウン、3、2、1、せーの、こっち。2が正解。1はスーパーボールすくいだよ。いろいろな色のスーパーボールがあるね。クイズ2、太鼓はどっちかな。カウントダウン、3、2、1、せーの、こっち。2が正解。盆踊りなどで叩くよ。1は跳び箱だよ。クイズ3、チョコバナナはどっちかな。2はフランクフルトだよ。クイズ4、光るのはどっちかな。カウントダウン、3、2、1、せーの、こっち。1が正解。
ちょうちんだよ。2のうちわは光らないね。クイズ5。おみこしはどっちかな？カウントダウン。3、2、1。せーの、こっち。2が正解。おみこしはお祭りで担ぐよ。1は神社の鳥居だね。クイズ6。焼きそばはどっちかな？カウントダウン。3、2、1。せーの、こっち。2が正解。2が焼きそば。麺をソースで炒めて作るよ。1はたこ焼きだよ。おいしそう。みんなはどっちでしょう？クイズ楽しかった？お友達と楽しい幼稚園でもっと楽しめるよ。またね。バイバイ。どっちでしょう？クイズ、ぽんちゃんだよ。水遊びどっちでしょう？クイズ、クイズ1。塩辛いんだよ。2はプールだよ。クイズ2。水着はどっち？カウントダウン。3、2、1。せーの、こっち。1が正解。水着だよ。2は体操服だよ。運動するときに着るよ。クイズ3。海で履くのはどっち？カウントダウン。3、2、1。せーの、こっち。2が正解。ビーチサンダルだよ。1のスリッパは家の中で履くよ。クイズ4。危ないのはどっち？カウントダウン。3、2、1。せーの、こっち。1が危ないね。プールサイドを走ると転んでしまうよ。2のようにゆっくり歩こうね。クイズ5。カモはどっち？カウントダウン。3、2、1。せーの、こっち。1が正解。カモだよ。2は白鳥だよ。どちらも水の近くで生活しているんだ。クイズ6。正しい休憩はどっちかな？カウントダウン。3、2、1。せーの、こっち。1が正解。日陰で休憩しようね。2のように日向で休憩してはダメだよ。みんな、どっちでしょう？クイズ楽しかった？お友達でもっともっと楽しめるよ。元気、楽しい幼稚園テレビマガジンもよろしくね。またね。どっちでしょうクイズ、ぽんちゃんだよ。夏の遊びどっちでしょうクイズ。クイズ1。花火はどっち？カウントダウン。3、2、1。せーの、こっち。2が正解。火をつけると綺麗な火花が出るよ。1は吹き戻しだよ。口で吹いて遊ぶよ。クイズ2。虫かごはどっち？カウントダウン。3、2、1。せーの、こっち。2が正解。1は竹
ズだよ。クイズ3、スコップはどっち？カウントダウン、3、2、1、せーの、こっち。2が正解、1は熊手というよ。クイズ4、水を入れるのはどっち？カウントダウン、3、2、1、せーの、こっち。1が正解、水鉄砲だね。2の浮き輪は空気を入れて膨らませるよ。クイズ5、ザリガニはどっち？カウントダウン、3、2、1、せーの、こっち。1が正解、ザリガニだよ。2はヤドカリだね。貝殻を背負って生活しているんだ。クイズ6、大きいのはどっちかな？カウントダウン、3、2、1、せーの、こっち。2が正解、サメだね。10メートルよりも大きいのもいるよ。1の隠れクマノミは子供の手のひらに乗る大きさだよ。みんな、どっちでしょうクイズ楽しかった？お友達でもっともっと楽しめるよ。元気、楽しい幼稚園、テレビマガジンもよろしくね。またね。どっちでしょうクイズ、ぽんちゃんだよ。芸術の秋、どっちでしょうクイズ。クイズ1、クレヨンはどっち？カウントダウン、3、2、1、せーの、こっち。2が正解、クレヨンはろうそくのろうなどでできているよ。1は色鉛筆だね。鉛筆削りで削って使うよ。クイズ2、スケッチブックはどっち？カウントダウン、3、2、1、せーの、こっち。2が正解、スケッチブックだね。1は折り紙だね。クイズ3、タンバリンはどっち？カウントダウン、3、2、1、せーの、こっち。2が正解、タンバリンだよ。小さなシンバルがぶつかって音が鳴るよ。1は鈴だね。クイズ4、筆はどっち？カウントダウン、3、2、1、せーの、こっち。1が正解、絵の具で描くときに使うよ。2は歯ブラシだよ。クイズ5、木琴はどっち？カウントダウン、3、2、1、せーの、こっち。2が正解、木琴はバチで叩いて音を出すよ。1は鍵盤ハーモニカだね。クイズ6、叩くのはどっちかな？カウントダウン、3、2、1、せーの、こっち。1が正解、カスタネットだよ。叩くと音が鳴るよ。2はベルだよ。振って音を鳴らすよ。みんな、どっちでしょうクイズ楽しかった？お友達でもっともっと楽しめるよ。元気、楽しい幼稚園、テレビマガジンもよろしくね。バイバーイ。どっちでしょうクイズ、ぽんちゃんだよ。秋の植物、どっちでしょうクイズ。
다시 카운트다운 3, 2, 1 세노 꽃이 1가 正解 모미지와 秋になると 葉っぱの色が 変わるよ 2は 柿の木だよ 柿は 秋になると 美味しくなるんだよ クイズ2 松ぼっくりは どっち? カウントダウン 3、2、1 せーの こっち! 1が正解 松ぼっくりは 松の木の実だよ 2は 栗だよ クイズ3 コスモスは どっち? カウントダウン 3、2、1 せーの こっち! 2が正解 コスモスだね 1は 林道だよ どちらも秋に咲く花だよ 秋に見られるのは どっち? カウントダウン 3、2、1 せーの こっち! 1が正解 ススキだね 2は タンポポの花だね 春に咲くんだよ クイズ5 お米が取れるのは どっち? お米だよ 2は キノコだね クイズ6 イチョウの葉っぱは どっちかな? カウントダウン 3、2、1 せーの こっち! 2が正解 イチョウの葉っぱだね 1は 白爪草の葉っぱだよ クローバーとも言うよ みんな、どっちでしょうクイズ、楽しかった? お友達でもっともっと楽しめるよ! 元気、楽しい幼稚園、テレビマガジンもよろしくね!